くよ、せーの、はい、ほら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 、あ、来た、よし、出た、やっと今日1匹目、ほら、はい、ちょっと宙吊りだけど、イワナ、ちょっと一回下ろすね。今日初めてのイワナがようやく釣れました。あ、まあ粘った甲斐がありましたね。おうおうおお、まああんまり大きくないけど、そのまあ針がほら先端にかかってますね、青い針、ここ、うん、よし、ここはまだ多分人入ってないな。これとりあえず釣れたんで、この調子でやっていきたいと思います。ほら、ここはすごい層ですよね。ここと、あとそっち側もめっちゃいそうなんで、ちょっとじっくりやってみます。まずこっちから行ってみようか。餌はね、ブロウムシに変更してます。よい、あら、しょ、今落としましたよ、見えねえな。あー、そっち行くとまずいかも。あー、やばい、寝隠れしそう。ちょっとそこはやめよう。あー、怖え。もうちょいそっち、しろ。あー、もっと深いかな。あー、ちょっと木があるんで嫌だな。あれ、え、嘘でしょ。あ、マジかよ、また根がかりだぜ、おい。いや、最悪。もうね、根がかりすんの嫌だから、もうこれ反対、ちょっと上流側やりますわ。さあ、ここはどうだ、いけ、おうおう、かかってくれ。うん、あー、止まってるな、どうだろう、動きがないな。あ、かかってたけど、あ、ちっちゃい。いやー、ここもチビちゃんかい。もう一発。あー、まだね、餌はまだブドウムシで、今 0.35 を使ってます。ちょっとね、さっきまでは 0.55 とか使ってたんだけど、もう根がかりハリス交換めんどくさいんで、ハリス交換の楽な仕掛けに付け替えました。まずはちょっと手前側からね、チビから攻めていくか。かかってる、ほらほら、ちっちゃい。いや、こんなのですね、10センチあるかぐらい、ちょっと下ろしますね。今ね、あそこに水を入れてみたら、速攻でかかった、こいつが。今日の中では一番のサイズですよね。はい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 。まあでもね、そんなに大きくないから、これはちょっとリリースだな。よし、この調子で釣っていくぞ。
時間はもう10時になったところですね。で今向こうの方にちょっとちっぽい滝みたいのありますよね。あれ登っていけないので、っていうか夏場みたいに暑い季節だったら、まあちょっとジャバジャバ入って登っていけるんだろうけど、今日はちょっとねクソ寒いんで僕にはそれをやる勇気がないんで、ちょっと巻いていけないかちょっと見ていこうと思います。いや怖かったわ。さっきの滝のところここですよ。今ここをね歩いてきたんだけどめちゃ怖いわ。とりあえず上の段には上がってこれましたけども、いややべえそこ深いわ。ちょっと腰まで浸かる勇気がない。ちょっと考えますわ。これきつい、どうしよう。ちょっと考えます。いやなんだこれ、なんつうキノコだ。いや食べたら死にそうだな。だいぶね晴れ間も出てるし、今少し歩いたんで体はだいぶ温まってきましたね。足以外は、足だけ冷たい。はあ、今もうね時間11時過ぎてるんですけど、またね登ってきたところに一回戻ってきました。っていうのもねちょっと崖崩れの場所がありましてね、もうどうあがいても先に進めそうにないし、そこをね回避する巻き道を知らないので、ちょっと急遽ルート変更しようと思って戻ってきて一旦休憩してます。また今度こっち側降りてきますね。朝一で登ってきたとこもうねこっちの大雲取り谷は最初の部分のちょこっとした部分しか釣りできない状態なのでね、もう全く予定なかった、もう長沢谷行きますわ。5回目ですよね、ちょっと休んだら、ちょっと川を遡上していきたいと思います。いや今ねやっと長沢谷に降りてきて登ってるんですけどね、これ本命ポイントがたくさんねもう連続で現れるわけですよ。しかしねちょっと時間食いすぎたんで今釣ってる暇がないので時間ないんです。とりあえずどんどん上がっていこうと思います。非常にね悔しいですね、このいやー差を出せね、時間ないから行こう。なんであんなとこに家があんのよ。暑い、いや暑いけどな、これ釣り始めて動かなくなってくるとたちまち寒くなっちゃうから嫌だな。まあ引いててくれてるのは非常にありがたいですね。夜の天気に期待しましょう。あれね、こっから見えるかな、あそこからちょっと滝みたいに流れてるでしょ。あれがね登山道入って初めに出てくる水場、ちっちゃい沢を今回は下から見ております。で、あれを渡ってずっと上の方に登っていかないとこの上流には行けないので、ここから一旦上の登山道まで登ります。で、ずーっと行ってで、沢を渡って向こう側に行くという段取りですが、もう来た。いやーとりあえず時間は12時10分ぐらいで、50分ぐらいかけてようやくね長沢谷のいつものここ入景点にやってまいりました。疲れた。
もうテントがついた波に疲れたんですけど、もう暑いのなんのって、ちょっとさ、汗べっしゃべしゃなんだけど、こういう時はあれだな、ヘイト4これやっておきますか。あーずれ、あーずれ、あーあーすっきりした。今ね、ちょっとあの、もういい加減昼過ぎて疲れたから、昼食おにぎり食べて、それからちょっとね、これをいただいていきたいと思います。まだね、スタート地点なのにね、であとはもう一気にズワーッと登ってきますから、うん、じゃあご飯食べます。今日はね、私がカンカン大魔王になりますよ。行くぞ。なんか普通に成功しちゃってつまんないですね。すいません、なんか。ね、時間は1時です。午後1時になりました。それ30分ひたすらね、あの無言で登ってきましたね。相変わらず暑いわ。寒かったり暑かったり、ちょっと体調崩すかもね。そしてここは前回来た時、誰かさんが足を挟んで抜けなくなったところじゃありませんか。前回ここで一回ビール休憩したんだな。まあ今日はね、このまま進んでちょっと一箇所どっかで釣りをしてみようと思います。それによって釣り人が、入っているのかいないのか、ちょっとね探りを入れてみたいと思いますので、もうちょっとしたら釣ってみます。ほら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 、ほら、あ、釣れた釣れた、ほら、あ、いたいた、よし、長沢ワダニ、ね、今日は初めてのイワナです。ほら、あ、いや、ちょっと待って、切るわ。いやー、ここはさすがにいるだろう。なんか、トントンやってる気がするな。あー、でも、水大きいからな。もうちょっと待った、あった。ほらー。おぉ。あー、引く、引く。あー、やばいやばい。あー、ちょっといいサイズかも。ほら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 、出た。あー、これはいいぞ。よし、取り込みます。よっしゃー。あ、うんうんうん、今日ね、一番まともなサイズのイワナがほら、釣れましたよ。やったね。ほら、よいしょ。じゃあね、これぐらいだったらちょっと塩焼きサイズにそろそろ一匹キープしておこうかなと思います。じゃあまたね、もう一回やってみるよ。なるほど。ね、時間はもう2時15分です。やーべー、ここめっちゃ怖い。ここ前回よりもちょっと、結構前からうすうす気づいてはいたんだけど、今日の水量はちょっと多いですね。前回ここ、こんなジャージャーなってなかったんですよ。だからこのど真ん中をね、登ってこれたんだけど、今日もう無理なんで、こっち側をなんとか指掴むところを選んでギリで登ってきた。これ帰りが本当に怖いわ。帰れるかわからん。どうしよう、俺やっちまったな、これは。ああ、もうここまで来たらもう上を目指すし、食べるね。もう上目指すしかないんで、もう寒いし、とりあえずあのテント場目指します。よし、来たぞ。あそこね、あのでっかい
大木が斜めになっているとこ、あそこを、登るとやっとテント場に到着です。あ、疲れた。今ね2時半ぐらいね、着いたらもう一回撮りますか。はい、お疲れ様です。はい、はいはい、いつものとこもういつものテント場ですけども、なんかね、先日のもう連日の大雨で相当増水したのかな、ここもちょっと違うもん。ほら、あんなに、うわ、木がよいしょ、どっさり、いやいや、うわあ、ちょっと地形変わってますね。地形っていうかね、なんとか物すごい。ああ、とりあえずようやくたどり着いたんですが、ちょっとね、もうここ平ら、ちょっと前よりだいぶデコボコしてるから、整地しようか、そっち側にしようか、迷いどころだな。あー、とりあえずちょっとやってみますわ。あー、今ね、時間がもう4時過ぎたところです。4時10分ぐらいでね、とりあえず薪集めてきて、で今天気はさ、すごい明るい状態、天気予報も雨の予報一切出してないんで、むしろ晴れ、降水確率 10% ぐらい、まあ、今日明日ってなってたんですけど、まあ、ちょっと雨男ってね、何があるかちょっと分かんないんでね、一応ビニールシートだけかけといたんで、テントの上に、はい、これぐらいやっとけば、まあ、多少のにわか雨ぐらいだったら大丈夫でしょうって思います。ね、ちょっとね、地形が変わってたんで、テント立てる位置がちょっとね、奥側、前回よりも奥側にしました。よし、で、とりあえずまだ魚が1匹しかいないんで、ちょこっと日陰谷の方でも探ってみようかな。今、まだ一回も行ったことないんでね、あっちのね、滝の方はもうクソ寒いからちょっと今日は行きたくないです。とりあえず食料もうちょっと確保してこようと思います。じゃあ、ちょっとかかってる、かかってる、やばいやばいやばい、強い強い。